俺の名前は阿部智弘。俺は2007年高卒ドラフト1位で入団、つまりもう少なくなった市民球場選手の一人なわけだ。入団した年は同じだが、松山さんは大卒で入団、つまり現役の市民球場選手で一番若いのが俺になる。松山さんは37歳。やっぱり俺が最後になるのかな。そして時は2025年。どうしてですか。まあ落ち着け、君はもう戦力として考えていないんだ。わかりました。俺は36歳で引退を迫られた。内野は坂倉や小園、林などが力をつけてレギュラー。俺は自分の居場所を失った。最後の市民球場選手にはなれなかった。そして時は2027年。私松山隆平、バッティングでチームの力になれたことが本当に嬉しいですし、監督やコーチの方にはお世話になりました。私相澤翼、非常にカープに成長させてもらいました。強いカープの一員で入れたことに嬉しく思います。そして最後の市民球場選手として白浜さんの活躍に期待したいです。